頼らない自分なんで、うん、で どんなタイプの女性が、うん、そうですね、あの、まあ、まあ簡単に言ったらやっぱり言いづらいんですけれども、うん、まあ、自分の母親みたいな感じの、あ、そういう方やったらそれ求めすぎやろ。そんなお母さんみたいに分かってくれる人おらんで、いないですかね。本気で言ってんのそれ。恋愛ドクター秋山です。今回は結婚に関しての親との関係、ね、自分の親も相手の親もあると思います。やっぱ結婚って2人だけの問題じゃなく、周りのこともやっぱり影響することもやっぱありますよね。僕も結婚相談所では1000名以上の独身の男性女性の親御さんからも相談を受けてきました。親子関係ってやっぱり結婚に大きく影響することもやっぱあると思います。今回ね、婚活中の男性やこれから婚活したいなと思っている男性の参考になればと思いますんで、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また最後に大切なポイントもお伝えするんで、しっかり最後までご覧ください。それでは VTR スタート。お疲れ。お疲れ様です。今日も来てくれて、はい、なんかシュッとしてきたな。ちょっとダイエットもしてまして。何キロぐらいですか？いや、初めてからでしたら3、4キロぐらい。すごいやん。今日はどんな相談なの？そうですね、うん、やっぱり頼らない自分なんで。そんなことないよ。そうですかね。だんだんなんかしっかりしてきたね。あ、自分の中でどういうことか大変なもんで。そうですね、物を決めるのが苦手なところもあるんで、まあまあそれは、まあ、僕がこういろいろ決めていかないといけないとは思うんですけど、まあまあ、向こうもそうやと思うかな。リードしてほしいなって、はい、やっぱり年上やんか。ただやっぱりこう全部こっちが決めるのもしんどいなと思って。で どんなタイプの女性が、そうですね、まあ、まあ簡単に言ったらやっぱり言いづらいんですけれども、うん、まあ、自分の母親みたいな感じの、そのお母さん大切にしてるし、だからお母さんみたいなそういう理想の女性やったらいいなって思うのはいいんだけど、うん、具体的に どういうところがお母さんみたいだったらいいね。そうですね、まあ自分のこと分かってくれて、まあ、そうそう、親やからな、親やから、やっぱり、まあ、間違ったことはやっぱりちゃんと叱ってもらえる、うん、そう親やからな、はい、うん、まあ、そういう方やったら、うん、僕はありがたいなそういう方やったらってそれ求めすぎやろ。そんなお母さんみたいに分かってくれる人おらんで、ね、いないですかね。本気でやってんのそれ。親離れできてないんちゃう？自立できてんのそもそも。自立っていうのがどういった状態が自立なのかっていうところになってくると思うんですけど、お母さんに何でも任せんじゃん。もうそうですね、周りのことは任しちゃっていますね。ほんでお母さんみたいな人がええわけやろ。できれば、はい、に近ければありがたいなと思う。まあもう気持ちわかんねんけどな、はい、もうちょっとなんか、うん、これもなんか一つの壁があるようなこと感じすんねんけど、はい、お母さんと一緒じゃないと難しいっていう。そうですね、今、うん、まあ、頭では分かるんです、うん、女性からすると今一つのハードルにはやっぱなってしまうと思うねんが、まあぶっちゃけの話な、はい、うん、女性の立場に考えたことある？確かに考えたことももちろんあるんですけど、うんうん、認めてくれる方がいたら、めっちゃくちゃな、この人が好きになってな、はい、でもちょっとしばらくはちょっと2人で一緒に住みたいってなったらどうすんの？あ、女性からしたら。そうですね、そこはそのしっかりと話し合いをして、うん、そういう視点もやっぱ持っとかなあかんなと思うので、はい、もう決めつけたらあかんねっていう話。確かにおっしゃるように決めつけて絶対っていうことじゃなくて、うん、近くにね、そのっていう選択肢もあるなっていうのが気づいたので、うんうん、それ考えたら手の届く範囲で別に暮らすっていうのもありないな、うんうん、そういうような選択肢もあるでっていうのは、はい、その自分の中でも持っとかなかったらもう決めつけで押し付けになってしまうやんか。そうですね、うん、じゃあせっかくのご縁も進展できない可能性もあるやんか。もう自分がこう視野狭くなったら相手までちょっと苦しくなってしまうやろ。そうですね、うん、ちょっとこう視野が狭くなったかもしれないですね。うん、決めるのはやっぱりもうお母さんもいて、ええ、女性もいて自分もいての話やけど、はい、もうちょっと心に余裕というか視野をちょっと広めて、そうですね、結婚に向き合わんかったら、はい、せっかくのご縁も、ええ、NG になってしまう可能性もあるからな。そうですね、うん、ちょっと絞りすぎちゃってて、うん、申し込める女性も少なくなってたんで、うん、ちょっと視野広めて、うん、ちょっとこう積極的に、そう、ね、視野広めてちょっとやっていこうか、はい、な頑張って、うん、はい、応援してるんで、はい、うん、頑張っていこう、はい、うん、頑張ります、うん、結婚して相手の親とも仲良く、ね、自分の親も大切にしてもらえるような関係って、素敵ですよね。で、もう婚活を始めるとやっぱりいろいろ考えることあると思いますし、婚活中もね、親にどのタイミングでお相手のことを話しようかなとか、
相手の親といつ挨拶に行こうかなっていろいろね考えることもあると思います。親を大切にする気持ちって大切なんですけども、 あまりにも親がね子離れできてないとか、ね、自分自身もね親にちょっと依存してしまってるとかっていうんであれば、逆にちょっとやっぱマイナスに印象になってしまう時もありますんでね、だからやっぱ自立って大切ですね。結婚生活もお互いが依存し合うんじゃなく、まあね、お互い自立して尊重し合えるような家庭が作れたら末永いね幸せな結婚生活を送れますからね。本当に幸せを応援しています。今回も嬉しいコメントをいただいてます。ありがとうございます。先生の言う新たな一歩は大変だと思いますが、とてもうまいアドバイスでその気にさせてると思います。愛のあるそういうとこやで大好きです。これからも応援してます。嬉しい応援コメントありがとうございます。これからも頑張っていきます。蛙化現象って知ってますか？自分みたいな魅力のない人のことを好きになってくれる相手の気持ちが理解できずに相手を嫌いになってしまう現象だよ。まずは自分を好きになっていくことが大切だからね。あなたの幸せな進展を応援してます。気をつけてお大事に。